はい、どうも、カッパ園長です。じゃあね、この動画ではね、久しぶりの、まあ久しぶりって言っても別に嬉しくもなんともないんですが、静岡県知事、ね、川勝知事ですよね。なんかほら、暴言吐いて下手こいて、なんかこの、給与、返上するとかしないとかっていう、まあするって約束してたんですよね、この人が。それが嘘でしたっていう、なんかしょうもないね、このみっともしょっぱくせえ言い訳こいて、簡単に言うと、この静岡県議会のこの質問ですかね、議会でのやり取りなんですけども、まあ、川勝氏の、まあ、いわゆるこのコシヒカリ発言騒動からの、給与返上問題ですよね。で、まあ、知事の姿勢が問われている。簡単に言うとそういう内容ですかね。まあ、知事は議会に責任があると発言して、でその発言が虚偽であることを証明が判明し、要はこの発言のこの訂正と議事録の修正っていう騒ぎになってるんですかね。また知事がこの給与、あとボーナスもだったかな、返上するためのこの条例案が提出されていて、議会で審議が行われてるんだって。で、まあ知事の説明と謝罪が繰り返されてる様子。まあだからこれもある意味茶番ですよね。で、給与返上のこの条例案の審議が行われている、まあその予定なんかが書かれてたんですけど、まあちょっと見ていきましょうかね。なんで今頃になって返す気になったのか、まあ、議会からのこの追及にね、しどろもどろね、この説明、謝罪に、追われているっていうね、川勝知事。次の選挙では、次の選挙でどうにか、この人から違う人にこの変えられそうなん、ね、そろそろもう日本全国、ね、すべてのこの都道府県において、ね、この都道府県知事、知事だけじゃないですけど、ね、県議会とか区市町村の議会とかもそうですけどね、そろそろ真剣にね、この選ばない人、選んじゃダメな人をこの選ばないようにこの気をつけないとダメですよね。うん。ね、結局もうそういう話じゃない、そういう次元じゃないとは言いながらも、やっぱりそれぞれのこのね、各都道府県とかこの区市町村でこのなんか議員とかこのね、この市長、知事のこの選挙があればさ、やっぱりその土地その土地に住んでる人たちのこのね、有権者のこの一票によって変わるわけじゃないですか。ね。なんかめんどくせえから行かねえとかっていうのは、とりあえずね、この選挙制度がね、この存続し続ける限りは、やっぱり行かないことにはもうどうにもならないと思うんですよね。うん。で、その上でね、いや、もうこの選挙制度、このシステム自体がもう機能してねえと。ってなったらなんか別なのにこの変えるとかさ、うん、と思うんですけども、ちょっと話それましたが、10月2日静岡県議会の質問戦最終日でしたと。で、この川勝知事のいわゆるコシヒカリ発言による給与返上問題を受けて、知事の姿勢を問う質問が続いてたと。で、議会側に責任があると発言したことを虚偽発言と認め、発言の訂正、議事録の修正を行うべきじゃないんですか。そうだそうだって給与、ボーナス、なんか446万ぐらいこの返上するっていう、そのための条、こんなもんにもう条例案とかまで提出しちゃうんだね、うん、何は無責任にあがいてんですかね、この人。本当、往生際が悪いというか、ね、てめえの財布の中身にしか興味ねえんだなって、だから二度とこういう人選んじゃダメですよね、うん、これは別に静岡に限った話じゃないと思いますけども。で、まあなんか内容戻りますが、まあ厳しくこの問われたこの川勝知事のこの政治姿勢っていうんですかね。静岡県議会、この9月定例会には川勝知事が、このいわゆるこのコシヒカリ発言のペナルティとしていた給与、ボーナス446万円ほど返上するためのね、この条例案って話をね、しましたけども、それに対してこのね、川勝知事は、その時々の状況を説明したもので矛盾はしてないと。議案を訂正する考えはないみたいな開き直ったらしいんですよね。もう花から返す気なんかないわけだろ。ね、うん、口から出まかせですよね。だから21年、まあ当時振り返ると、ね、この、要は腰光発言、御殿場でしたっけ。で、批判されて、県議会で辞職勧告決議が可決されたことで、自らのペナルティとして、給与とボーナスと返上を明言したけど、ね、この23年になっても返上されてないことが発覚しましたよね。この話はなんか前に動画でしたと思うんですけど、で7月にこの県議会にこの知事の不信任決議案が出されて、1票差で否決されるっていうね、惜しいみたいな、一応言うとこうか。で、なぜ今頃になって給与と、ね、このボーナス、減額返上する気になったんだと。
うん、でそういう質問が飛んで、午後には給与返上の条例案への質疑もあったんらしいんですけども、川勝知事はこれまでと同じ説明と謝罪を繰り返しただけだから、もう腹の中じゃ地位うっせえなぐらいしか思ってないわけですよね。うん、ね、本当このなんか各都道府県知事、ね、このパヨった連中、こんなのばっかっすよね。うん、だからもうそろそろ我々日本国民、日本社会にさ、ね、いさせてはいけないやつはもう徹底的に排除していかないと。だからもう反日を犯罪に規定するしかないと思うんですけど。うん、ね。ね、バレちゃ仕方ねえの精神っていうんですかね。うん、まあとりあえずね、それぞれのこの各都道府県民、ね、うん、静岡だったら静岡の人、ね、この東京都だったら東京都民ですよね。うん、まあでもこの単体でどうにかっていうのがなかなかこの通用、どこまで通用するのか分かんないですけども、反日売国税はほら裏でこの金で全部つながってるじゃないですか、ね、まあ金でつながってる分、この取り分とかで揉めるとね、このすぐ空中分解しちゃいますけども、この辺をなんかうまいことついてさ、ね、このバラバラにしてこの格好撃破していくことってできないもんかね。そのなんか言うのは簡単だけど無理なんですかね。うん、そういえば川勝さんと全然違う話なんですけど、この給料で思い出した、この国民民主党民民のこの玉木代表がなんか日本のこの最低賃金給料の話をなんかしてましたよね。1004円で、カナダはなんか2990円、3倍違うと。うん、だからまあ、カナダ、カリフォルニア州か、カナダじゃなくてカリフォルニア州だったかな。うん、3000円近いと。で、日本人とアメリカ人の能力に3倍の差があるわけではないと。だから日本人のこの給料をもっと上げられるんだから上げなきゃならない。まあ確かにそれはそうですよね。うん、でも相変わらずこの坪井民党ね、この日本のこの政治家連中は、あとはまあ政治家連中だけじゃないですけど、まあ経団連とかね、だからもうちょっと言ったらあれか、財務省とかね、うん、とにかくこのなんか税金は下げませんよと。で、このよそから人連れてきて、ね、この安くこき使うっていうね、うん、そんなことばっかだからな。うん、だってたかがコンビニとかこのファーストフードかもしれないけどさ、ね、うん、その時代その時代でこのなんかそういう相場みたいなのってなんかこの変わるとは思いますけど、今だったらどうだろうね。まあじゃあ仮にこのね、このアメリカカリフォルニアのこの3000円近くまで、ね、時給があったらさ、うん、いや普通に日本まで日本雑誌の日本語にやるでしょ、学生でもなんでもさ、うん、でそういう金額払いたくねえもんだからっていうことですよね。うん、じゃあもし仮にね、このどういう業界のどういう業態でどういう商売か分かりませんが、いやもうそんなとてもじゃないけど無理だと、ね、ダメだと分かってても、ね、このなんかこのグエンさんたち使わないことには、もう売り上げが、ね、1円も上がらねえんだよと、うち家族経営だぞと、うん、なんかそういう仮にですよ、あったとして、まあ、そういうところにニッチもサッチもいかねえっていうところにはなんかこのなんか税金というかね、この公金注入してもいいと思うんですけど、うん、まあ、仮になんでね、うん、どこまで当たるのかは分かりませんが、とりあえずなんかこの日本をこの売り飛ばしたりなんか都合よく利用してねっていう輩をね、もっともっとこの積極的にこの排除していける世の中に変えてもらいたいですかね。うん、ということで今回は以上です。